こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回はユニ町の文房具屋さんで鉛筆を買いに行こうということで、鉛筆を買いに行った時の様子です。さらにユニ駅前を観察したので、その様子もご覧ください。この車両はキハ40といてディーゼルカーなんですが、 まあ、そろそろ絶滅すると思うので、乗るなら今のうちかなと思っております。この室蘭本線もルモイみたいにね、配線が近いからつって鉄道マニアでごった返しているということもないですからおすすめいたします。ユニ駅にはこのようにユニ駅周辺の地図がありまして、おすすめのお店、あるいは食品なんかがこのように書いてあります。 ユニ駅を出て見渡すと、もう面白いです。もう楽しい気分になりました。そしてこの右手に見える丸山さんというお店、飲食店なんですけれども、こちらに入ってしまうと、次の列車までに、もう楽しくてずっといてしまって、他のところ行けなくなるんじゃないか。そういうふうに思ったので、まずは街を観察して、 また次のね、楽しみにしたいと思います。お菓子屋さんの小林さんというお店があるんですが、令和4年の12月ですね。12月末で閉店いたしました。開業したのが昭和初期でございます。相当歴史のあるお菓子屋さんなんですよね。 小林せんべいから始まって今に至ると。まあ皆さんのおかげです。ありがとうございました。まあそのようなことが書いてあります。地元の子供たちが書いたんじゃないかと思われるこのようなあ、ありがとうございました。そういう感謝のイラストなんかもありました。この街並みですね。あの、もうちょっと空地地方のね、夕張とか。 あとは、三笠なんかの方に行くと、まあ隙間が多いんですけれども、まだユニチョウの駅前っていうのは隙間がね、あの少ないような気がします。 まあ車でね、若干見づらかったりとか、政治の事務所だったりとかですけれども、まあ建物自体ね、すごい面白い作りしてました。そしてレンガの建物の上を見上げると、空地方面はね、雪が多いですから、まあ雪が落ちてこないか、確認しながら歩く習慣が私はね、ついております。おなかなか楽さありますね。 ユニ町はユニガーデンもユニの湯も素晴らしいんですが、このユニ駅前の街並みっていうのも非常に素敵なのでね、魅力が伝わればいいなと思っております。ユニ町の人口、2022年の時点で4700人ぐらいとなっております。まあ5000人以下ということですね。こちらのレンガ造りの建物なんですが、上の方を見ていくと、ちょっと変則的な造りになっているんですよね。 これです。ちょっとデコボコしてるじゃないですか。この部分がオリジナリティあってすごいですね。何段になってるんでしょう ?3,4,6,7 段ぐらいになってますね。ユニ町はユニガーデンって言ってるぐらいですから、お花屋さんがすでに2軒ほどありました。 さらに進んでいくと、作業場なのかちょっとわからないですけども、こういった年季の入った倉庫っぽい建物の、こういう煙突とかね、パーツの一つ一つが懐かしさを感じます。 今歩いてる道は飲食店が多い道なので、まあ現役のお店、閉店したお店、解体されたお店とかね、懐かしさを感じる形の屋根とかいろんなものが見れるんじゃないかと思っております。こちらの建物、素晴らしいですね。ビルのようなんだけれども横から見ると、この塗装とか手書き風だよなぁと思って見ておりました。 空地方面、道広いですけどね、雪の量が多くて、ちょっとね、あの、圧迫感みたいなのがありますね。こうやって積み上げられると。理髪店でございます。この理髪店を越えていくと、和食屋さんというかね、居酒屋さんとか、あとはこういった旅館ですね。非常に和風を感じることができる建物が並んでおります。 素晴らしいですね。この旅館の看板、木製ですよ。すごい年季が入って、こう歴史が物語ってきますね。ズドンときます。そしてこちらの食堂、2階建てなんですけれども、2階はどうなってるんでしょうね。民宿みたいな感じなのか、あるいは宴会場なんでしょうか。このすりガラスの感じ、ああ、かっこいいですね。 こちらの商店なんですけれども、この商店のタバコの自動販売機。まあタバコは吸わないのであんま詳しいことはわかんないんですけれども、まあ昔ね、よく持ってた人いたよなと思って見ておりました。最近あんまね、見かけないですよね。タバコの箱持ってバカバカその辺で吸ってる人。やっぱタバコ吸う人は減ったんでしょうね。 センス状のデザインの焼肉屋さん。そして星。ああ、なかなかファンタジーを感じます。そしてこちらの書店なんですが、看板はかなり年季が入っているということは、建物は建て直しされたのかもしれません。 ああ、素晴らしいですね。この五福屋さんの両サイドの朱色のようなね、柱。ああ、素晴らしいです。そして、こちらの商店、三角屋根。こういう三角屋根の窓なんかも特注なんでしょうね。 ユニ駅をまっすぐ歩いたところに立ってるんですけれども、結構街が広いんですよね。この辺を走っているバスとかっていうのはあるんでしょうかねこの街中限定のお出かけバスみたいな。そういうバスとかあるんでしょうかねオシャレって書いてますが、おそらく服屋さんとかなんですかね ユニ駅に戻ってきて、再びここから北側に進んでいきます。今まではね、南側を見てきたんですが、ここからは北側に進んでいきます。この緑のテント素敵ですよね。 自動車学校って書いてますけれども、現在も生徒は受付してるのでしょうか。このタイルのね、崩れた感じとか、かなり年季が入っております。育ちの農業組合の事務所だと思われるんですが、このレンガ、やっぱり野菜とかの倉庫のイメージなんでしょうかね。昭和47年なので、1972年ですね。 石造りのカフェ非常に魅力的なんですが、この奥にずらっと並んでいる、この圧迫感のあるね、貫禄のある商店、建物たち、いいですね。こう並んでいて、こう隙間がないと、前世紀の雰囲気とかやっぱり伝わってきますね。 シャッターも閉まっており、雪もかなり積もっているので、まあ、人が出入りした雰囲気はないんですけれども、どんなお店だったのかなっていうのはなんとなく見ることはできますね。このレンガすごいですね。この中の雰囲気もすごいですよ。そしてこのシャッターのサビの感じも、海の街ではないので、サビの進行はそんなにひどくはないんだと思われます。 室蘭や釧路のような海の町の錆び方とはやはり違うわけですが、このまあ空地方面の建物っていうのは雪がありますから、雪の重みによってちょっとこう歪んでしまったとか、そういう建物は結構ありました。こちらの大売り出し、色とりどりですごいパワーをもらいますね。 おそらく昭和30年、40年ぐらいからあるのではないでしょうか。使っている素材の量も多いですしね。デザインとかそういうのから見て、まあ、なんとなくそれぐらいかなっていうのがわかりますね。さらに野菜を置いてあった倉庫なんでしょうね。政府指定の倉庫なんですが、この政府指定倉庫っていうのはフラノにも結構あって見ることができました。まあ、他にもね、もちろんたくさんあるんでしょうけどね。 このお店は何のお店だったんでしょうね。そんなことを考えながら歩くのが非常に楽しいです。ユニ駅前のバス停なんですけれども、岩見沢のターミナルまでバスで行くことができるんですが、まあ、2、3時間に1本とか、あとは1時間に1本多くてね、多くて1時間に1本とか、それぐらいの頻度でバスが来ます。 これ空いてるんですけれども、まあ商店とかがあったのかなと思って見ております。現在は雪捨て場みたくなっております。そして本日のメイン自動販売機でございます。大塚製薬のポカリセットの瓶があります。このでっかい瓶、非常に飲みづらかった印象があります。飲んだ記憶あるんですけれども、口がでかすぎてポトポトと落ちちゃうんですよね。こぼれちゃうんですよね。 この瓶がドカンと落ちてきたらすごい音するでしょうね。ゴンみたいな。そんな音が聞こえてくるような感じがしました。他にはオロナミンシーポカリセットなどがあります。まあ、わずかに大塚製薬見ることができますね。410円時代のタバコ。まあ、これはわりかし新しいのではないでしょうか。平成ですよね、きっと。こういうね、もうかすれて読もうと思わないと読めないような文字とかもね、残っております。 そして素材のデパートです。金属に、そしてレンガ、モルタル、そして現在の建物に、さらにレンガ複合ですね。複合。柱も複合でございます。さらに左を見ていただきたいんですが、こちらはシンプルな木造、素材のデパートなんですよね。 このバスが先ほどえバス停に書いてあった岩見沢行きのバスですえ。そして何をしに来たかと言いますと、ユニチョウの文房具屋さんで鉛筆を 買いに来ました。ロケット鉛筆をね、今回買いに来たんです。まあその辺でも買えるんですけれども、ユニチョウで買いたかったんです。これね、ディスクシステム売ってますよ、皆さん。あとはファミコンソフト、スーパーファミコンのソフトとかね、いろんな懐かしい商品、おもちゃなんかが売っていました。そして今回私が購入したあロケット鉛筆。これね、鉛筆削らなくていいんですよ。 そんな感じで、このユニチョウに行った日は気温がプラスになって、もう暑くて暑くて、もう服脱いでもね、これ以上脱ぐとなんか捕まってしまいそうなので、この辺ということです。そんな感じで、ユニチョウで鉛筆を買った時の回でした。ありがとうございました。